ブッテンハイム、ブッテンハイムは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーフランケン行政管区のバンベルク郡に属する、市場町。バンベルクとニュルンベルクの間に位置する。この町は、公式には10の地区からなる。このうち、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。ブッテンハイムは、ハイムでボートとして1017年に、初めて文献中で研究されている。この集落は、 レグニッツ川の南北の渓谷沿いに位置しており、おそらく550年頃に形成されたと推測されている。793年、カール大帝はホルヒハイムからビュルツブルグへ船でたどる際に、スラブ人にキリスト教を布教するために教会を建設するよう命じ。これを受けて800年頃にラーデンツガウ、バンベルクを中心とする古い地域名に14の スラブ教会が建設され、その一つがブッテンハイムにも建てられた。17世紀の中頃までに、ブッテンハイムはバンベルクとフォルヒハイムの間に位置する重要な優となっていた。レーゲンスブルクからバンベルクやハルシュタットを経由し、マクデブルクへ行く通称がブッテンハイムを通っていたためである。他にも主体がアバルトからヒルシャイトを経由して、 フレンキシェ・シュワイツに入っていく東西の道もここを通っていった。この道は現在の修道2260号と一部同じルートを取っている。1304年に初めてその名が現れるシュリュッセルベルクの領主シュティーバール家はブッテンハイムを本拠地として1762年まで裁判や行政を執行した。この後税フリート弾尺領となり1806年の ライン同盟によってバイエルン領となった。この地域の人口は1970年に619人、1987年に786人、2000年3、092人であった。2005年初めの人口は3442人であった。この町の政治は CS。 ズムボールでアゲマインで、ノイエ・ウォーラー・ジェマイン・シャフトという政党連合が、議会、主張ともに掌握しており、ドイツ社会民主党、自由民主党、同盟90、緑の党といった政党は議会に一議席も、保有できていない。他の小政党としては、バーガーブロック・ガンズンドーフ、グンツェンドルフ市民団体、WG ・ドレイシュナ・ドーフ、ドロイ・シェンドルフ選挙グループ、WG ・ケチェンドーフ、 ケッチェンドルフ選挙グループあるいは WG フランケンドルフ、フランケンドルフ選挙グループがある。紋章は、まず左右に分割される。向かって、左側は、さらに銀字と黒字で上下に分けられる。上部には赤い槍の穂先が描かれる。向かって、右側は、上部が赤く塗られ、下部は銀字に青いナイフが直立した形で描かれる。黒銀側の図柄は、 ブッテンハイムに館を構えたシュティーバール家の家紋を変形したものである。この家の紋章は分割線から生えるような形で金の柄がついた赤い穂先の槍が描かれていた。赤と銀の配色はこの町の土地所有者であるバンベルク市教本部領を象徴する色である。青いナイフはこの町の守護聖人であるセイバルトロマイの持ち物である。ブッテンハイムには 大きなビール醸造所が二つある。ザンクトゲオルゲンブロイとレーベンブロイである。この他に、グンツェンドルフ地区とドロイシェンドルフ地区にそれぞれ一つずつ、造所がある。ブッテンハイムの聖バルトロマイ教区教会は、おそらく、カール大帝が、ビュルツブルグ市教に、ラーデンツガウに建設させた十四のスラブ教会の、一つがその起源であろうと推測されている。ブテンハイムには、 もともと二つの城があった。オーベレシュロス、上の城、ダイヒゼルブルクとも言うと、ウンテレシュロス、下の城である。両方とも、シュティーバール断尺家の所有で、断尺家はこの他にも、近辺の愛州、プレッツフェルト及び、エルムロイトに三つの城管を持っていた。シュティーバール家は、1253年に遡る、家柄で、かつては、クローナ派、ニュルンベルク。 ブッテンハイム及びクルムバッハに囲まれた帝国直轄領の騎士官等に属していた。中世にこの一門からは多くの女子修道院長、ドイツ騎士団の騎士、バンベルクやビュルツブルグの司教座協会参事会会員を輩出した。1377年から1560年の間に少なくとも14人の司教座協会参事会会員がこの家門から出ている。 オーベレシュロスは四隅に塔を持つ四角形の城壁に囲まれた城であったが、1525年のドイツ農民、戦争の際に略奪され、炎上した後、再建されていない。現在、ブッテンハイム城とされているのは、ウンテレシュロスで、もともとは、リヒテンシュタイン家の館であったのを、1438年に、シュティーバール家が受け継ぎ、ブッテンハイムに移築したものである。 シュティーバール家は、当時ブッテンハイムで、シュリュッセルベルクの裁判権を掌握していた。シュティーバール家の子孫である、ウンテレシュロスは何度も消失を繰り返している。1492年、アルブレヒト・シュティーバールとバンベルクの主教領主ハイリヒ三世の間のフェーデによって、1525年には、反乱を起こしたよそ者によって、さらに1561年にも使用人が部屋の、 明かりをうっかり消し忘れて眠ってしまうという不注意から出火している。ハンス・ヨアヒム・フォン・シュティーバールがこの被害を修復した。シュティーバール家は非常に早い時期からルター派の信仰を公言していた。1591年にはすでにブッテンハイム城にプロテスタントの説教師を招いたことが文献に記されている。1630年、シュティーバール家は皇帝の命令により その所有地を押収された。ブッテンハイムは、従って、ブッテンハイム城も、数年間、シュベルゼンベルクコーゲオルクルートビヒノノとなった。1648年、ベストファーレン条約が締結され、シュティーバール家はその辞書を回復することができた。1762年、シュティーバール男爵ヨハンゲオルククリストフ・ビルヘルムが、亡くなり、 このカモンのフランケン地方における主流は断絶した。その霊園は、バンベルク司教、ビルツブルグ司教、ザクセニイコールコーブルク校の間で分配された。私有財産は、相続人である未亡人と娘に受け継がれた。エアランゲンで法律を学んでいた、ブランデンブルク宮廷の帝身、ビルヘルム・クリスティアン・フリードリヒ・ホンゼーフリートは、1761年に、 エリーザベト・ゾ・フィーフォン・シティ・イルと結婚していた。数年後、この婚姻に基づき彼は、ブッテンハイムに移り住んだ。当時の中世前とした、重厚な、真四角な、マンサード屋根のある火事で壊れすすけた塔のある運転で、シロスを壊して、1774年に、現在もその中に、プロテスタントの礼拝堂を持つ塔と共に、現在のバロック様式の城を建設した。 1763年に、ビルヘルム・クリスティアンは、話し合いによって新たな城の教区を設けた。1790年、個人的には生涯プロテスタントの信仰にかけた、ビルヘルム・クリスティアンは男爵に昇格し、1814年に、城の礼拝道区は、プロテスタントの城の教区になった。1826年8月27日に、城の礼拝道は、 地区の教会堂として封見された。現在も、ヒルシュハイト教区内にあるにもかかわらず、城の礼拝堂は、ブッテンハイムのプロテスタント教区教会として、利用されている。ヴィルヘルム・クリスティアンの時代から現在まで、ブッテンハイム城は、常に、彼の子孫の館であり続けている。木組建築の集落フランケンドルフは、1981年に、ザードーフ・ゾール・シュナワードン。 美しい村コンクールで連邦優勝した。1980年の軍大会での選考表はこう言っている。さらに風景については。ブルージーンズの発明者、デイフィッシュ・トラウスは1829年2月26日にブッテンハイムでデイプシュタインとして生まれた。聖火は彼の博物館となっている。1687年に建造された木組建築は 1733年に増築され、2家族が暮らしていた。博物館の常設展示では、シュトラウス家の亡命に関する資料や、漢方に乗った移住に関する広報を見ることができる。小美術館は、東ヨーロッパの芸術家による、絵画、グラフィックス、彫刻、写真を展示している。伝統色豊かな制ル録を祝う、馬上行列は、 4月23日制御オルクの日に行われる。行列は、軍前ドルーフの聖ニコラウス・クラチー協会から、全ン天テンベルクの制御オルク礼拝堂まで行われ。ブッテンハイムは、連邦アウトバーン A73 沿いにあり、インターチェンジがある。また、鉄道バンベルク・ニュルンベルク線の駅もある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。